おなで声になってますよ。ヤマタヌキのブラックダウショート、ゴジャーッ、牛車最高。いいよ、やったー。ブルソークこんな目に遭っちゃいましたけど、はい、こっちに手が1個とこっちに手が1個。いや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 、何が起こったのかまだ信じられません。はい、釣れた後に分解したけどこういうルアーですね。はい、針先は一切出さない。ああ、CO フックの一番。CO フックって何？あの小森さんの太軸の、はいはいはい、これが結構いい仕事いつもするんで、最近再開。ケグー来てる。ヤミキンドックスっていう、はい、牛島くんのパクリみたいなの CS で、まあ、あれなんだろうな、あれかな、なんつったら V シネマなの、はい、山田なんとかっていうイケメンの最近よく出てる、はい、ジャニーズみたいな顔してる子が、はい、でやってる、これが好きなVシネマがある。はい、よく CS やってる。はい、それのに出てくるうさんくさい芸能事務所の社長の癖、口癖がオッケーグーよ、オッケーグー、オッケーグー、オッケーグーよ、オッケーグー、オッケーグーって2000回ぐらい言う。それがずっとオッケーグーよ、オッケーグー、オッケーグー、オッケーグーよ、見えてる。おーほら食ってきた。おーほら食ってきた。マジで今スイミングでこっちからファッファッファッって。でかかった？いや、ちっちゃいです。今スイミングしてたら、スイミングしたのをこれ食いに来て、やめたってベッベッって帰ってくのが見えて、竿先には当たり出なかったっすけど、なんかトップでも釣れちゃう状況っすよね、多分。ほんとトップだよな。追っかけてる。そんなのやってる場合じゃないよな。この山田システムは山田さんが開発したんですか？これ？はい。うん、なんかベイトフィネスにピーを入れたら、はい、すげえ投げやすいから。はい。まあ最初はこのシマノのベイトフィネスってほら、はい、いまいちだって田中見てるじゃん、はい、これに対して生かす方法がないかなっていう風に探してった結果、はい、これがすげえ良かった。はいはいはい、うん、P、まあ、1.55 に20ポンド相当のリーダーで、うん、相手が植物だった場合絶対ないフロロの20よりも P1.5 の方が強くなるからね。うーん、相手が植物だった場合、はい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 、ちぎっていくじゃん、はい、なんかこうさ、あと当たりが出た時に合わせが伝わりづらいじゃん、はい、田中の1匹目とかもそうだけど、はいはいはい、クロラだとやっぱそれが伝わらないのが P だとやっぱブチブチブチってきて、うん、無理やりねじ込んで力を加えることができる。あ、これは使ってみると、これね2号でもやったんだけど、はい、2号そうでもない、はいはいはい、ただだるいだけで、はい、1.5 でまず切れたことがねえし、そもそも 1.5 の俺はこのバリバースの 1.5 使って、これで旗やってて、はい、岩ズリズリにされても危ないから、旗がさ、旗の40センチとバスの50センチだったら旗の方が絶対引くじゃん。あ、大丈夫っす、俺90センチ釣ってるんで、シーバスのおかっぱりで。違う違う違う、ストラクチャーなんだ。あー、はい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 、うん、確かに言うてもシーバス基準で考えてたから、うん、強度的に 1.5 ってどうなのかなと思ったけど、山田さんに、いや言う前も言いましたけど、言うても
限界があるのかなと思って、使ってみると全然このここでこの釣りに関してはもう全く無理がないっていうか、理にしかかなってない組み合わせなんだなっていう。そんなウェッピングするわけでもないし、別にこれで草を、はい、株を一個乗り越えてくれればいいわけだから、だったらこれで本当十分なんですね。俺はちなみにウェッピングはマジで3号 PE が最強なんじゃないかな。はい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 3号でこれでリーダー25にすればいいんじゃないか。はい、なんかこのマイクロガイドシステム以降のこのアブの無駄にマイクロガイドのこの感じがこういう細番手の PE にもベストマッチだなと思って、実際今やってみてすごい使いやすいんで、とりあえず50アップにちゃんとフックアップさせられるバットパワーがあってってのは、あんなふわっと食ったものに対して合わせが入ったんだから、はい、ギュイってちゃんとえぐれたんで、ほんとバレないでよかった。あれでバレるとまたいろいろ妄想で迷走してきますもんね。はい、あ、追っかけ回した、やべえ、危なかった、よっしゃ、これもあるね、やっぱりありますね、よっしゃ、来ましたね、来ました、おはようございます、ガチャピンです。これなんでこんな寸詰まってるんですか、この人なんですかね。これで例えばですけど、これまあ多分33、4、5ぐらいだと思うんだけど、うん、これ亀山だとひどいと450とか、うん、下手したら400とかなんだけど、ねえ、これでこんなにあんだもんね。なんか、ごめんね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 。800ぐらいあるんじゃない、800、900ありますね。780って感じ、これ780あんのか、ね、これだもんね。朝一応目の前で横持ち、こんな感じです。はい、はい、はい、どうも、おい、どうも、おはようございますね。一匹ですね。西熊は緑の服を着ると釣れます。高額迷彩してますもんね、山さん。タックルはこれはですね、浮くことで有名なこのロデオクラフト49、はい、7フィート8ポンド、はい、ね、で今日はスコーピオンのベイトフィネスキーですね、レックス G で P はこの間と一緒の 1.55 で、はい、まあ、この辺はのがもうモザイク処理ムーソングムーソングです、いやいや、もうなんかでもこれ進化はもうゴロスゴロスだから釣れたで、こっちを食ったんじゃないかな、こっちを食ってそのまま行ったからこうかかったんで、はい、ここはちょっとこれでも先だってからあのゴロスに集中してます ね超感、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、いやー、いいファイトでした。1匹目が釣れました、はい、狙
粘り込みの場所やつじゃないからね。あこうやったから次こうやったから次で、なんか知ってる杭とかがあればそれで食うとかさ、インビジブルチャリンコとかさ、そう、いう話、それがいい。おっしゃ、違うかな今のは。いやでも完全にすっごい衝撃が走った。どんなだったんですか？わかんない、乗らないから。完全に今船になんか衝撃が走る、ソニックブームみたいなのが起きました。なんかえと思ってなんで今の振動はと思って。まあ大概この前はその後にファイト始まってますからね、山田さん。そうですね、そうですね、ここ一番で人気あんだよね。へえ、ここから細くなる。はい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 、ここはやっぱ流れ速いってなる一発目だから。はい、みんなここに音速ダッシュ、スピナベ場所。へえ、もう一周回ります。もう見えたんですか、魚体。あのね、終わったらすぐ。こう感じます。食ったのでかそうでした。あ、いいっすね。はい、あの草に近づけたりね。はい、ダメだ。バンバン。はい、はぁ、いや、おっしゃ、よっしゃ、すげ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 、よし、行きます、走りますよ。おっしゃ、でかい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 、おっしゃ、おっしゃー、やったー、ふぉほほー、50分ないでしょ。ちょっとも、ちゃんと持っててくださいね、ちゃんと持っててくださいね。すげー、ドラマでしたね今、うん、一連の、すげー、はい、うー、でっかい。やりました、カバースキャット。あー、長いですよこれ。いやあ、ちょっとヘビ弾で食うとこが見えて、まあ怪しいなと思ってそこにもう一回投げ直してのこれです。おろー、大成功。うわ、カバースキャット 3.5、 ここですよね今流されてきたんですけど、うん、そう、それこの倒れてる足で食い損じたやつをノーシンカーでフォロー。バーブレスでもバレません。バーブレスなんですね。バーブレスでもバレませんよ。よいしょ、今これ濡らして、あ、うまい、大丈夫、ない、はい、ない、いや、あります、あります、ないよ、ほら4球、また4球、まあ4球、まあ485でいいんじゃない、485、まあ4球か、4球でいいんじゃないですか。4球ですね。ちょっと待ってください、これ4球ですよ。本球だね。はあ、太い。でもやったっすね、ほら、来たー、かー、ちょっとウェイトを測ります。はい、すげー、いやー、かっこよかったな今の。ちょっと待って、お前踏むなよっていうところからの、まあ2キロはない。意外とない。千アフターですね。千六百。まあ1550とか600とか、はい、そのぐらいです。49センチでした。いやー、カバースキャット毎回でっかいの釣りますね。ありがとうございます。じゃあちょっと苦いしますね。はい、はい。ありがとうございました。
タックルはこれはタックルはあのよく浮く竿ですねこの前浮くデモンストレーションで活躍してた竿ですね。そうですね、浮くだけじゃなくて一応釣れるみたいですね。はい、これは、49ロデオクラフト49の7フィート704-17っていう17ポンドって竿、ね、持ってますこの竿。本当ですか、これですね。でまあルアーがカバスキャーですね、 3.5。 この前と同じ色ですね。山田さんともむしろ今日同じ色になっちゃってる。うん、グリパンでバーブレスですけどバレないですよ。糸はこれは16です。よかったなんか見えたんで、はい、ちょっといろんなものを入れてみて、これをちょっとじゃあ動かしても食わないからっつって置いといてみたいな、ね、はい、ほっといたら糸がバン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 って走って、ま、かでだいぶね今ね巻かれ杭に巻かれたけどバーブレスもバレなかったですね。すげー、今日2匹目です。いいもの見させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。緑の服を着ると釣れます。緑の服を着ると釣れます。